第12章覚悟。三成挙兵の報を受け、家康は上杉征伐の途中で兵を返し、迎撃のために部隊を再編した。家康と三成の対立により真田家は分裂する。徳川方の信行と別れ、正行と雪村は上田へと帰還するが、上田には徳川秀忠の率いる軍が迫っていた。時は慶長5年、ついに天下分け目の合戦の火蓋が切られようとしていた。見回りを続けます。暗くなりましたね。へえ。何？はいはい、やりゃいいんだろ。あの人を殺さなきゃ。俺は。
どこ行くの？気づいてんでしょ。気が足りないんじゃない？動揺するような玉、本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけどやっぱいい腕だよ先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよ。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。待てよ、俺はどうすんだよ、裏切り者そのまま。務めを終えたのなら戻るがいい。戻るとこなんか、あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私のもとにいればいい。雪村様、この本当にバカなんじゃねえの！サスケ！これは雪村様。雪村様、ご苦労様でございます。これは雪村様。サスケはやはり戻ってはいないか？はい。そうか。ひどいやつですよね。徳川の患者だったんですよ。最初から私たちを騙して。でも忍びってそういうものですから、潜り込んだ手際は褒めてやるべきっていうか。あれ、おかしいな。何ですかね、私は。そなたも寂しいのだな。わっ、何をおっしゃいます雪村様。あの奴いなくなってせいせいしてますから。そうか、早く戻ってくるとよいな。だから、はい。それは…わかりました。これは雪村様。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。
堤防を築いてくれる民の到着が遅れている。もしかすると徳川軍に襲われているのやもしれぬ。我ら真田に味方してくれる大切な民だ。必ず助け出してやらねば。なんと、
なんと、俺の魂、これで全ての民を助け出せたか。みんな大事なくてよかった。私も急ぎ戻り戦に備えねば。これは雪村様、お役目ですかな。ご苦労様でございます。どこへ行くの。こんにちは、雪村様だ。雪村様、はい、忙しい忙しい。良い天気ですな。異常はありません。